はい、これから試験的に、ウッドデッキの青カビの除去をやってみます。試験的にやってみます。こちらはキッチンブリーチ、キッチンハイターとほとんど変わりません。こっちはカビキラーを噴霧して約10分間放置します。その結果どちらを使うか判断したいと思います。今回はこの広い、90平米のウッドデッキをの清掃の、青カビを除去してきれいにする作業を行います。で、きれいにした後塗装を、木材用の塗料を塗る予定です。はい、約10分経過したのでこれからワイヤーブラシでこすってみたいと思います。水洗いします。こちらも最後に水洗いしてみます。よく水洗いしましょう。はい、これで乾くまで検証の結果、これがキッチンブリーチの仕上がりです。で、こちらが、カビキラーの仕上がりです。カビキラーの方が綺麗になります。キッチンブリーチをここへ移してジンブリーチを入れて、その中に水を入れて昆布をし作って、これで全体的に巻いていきます。この方が早いので全体的にきれいにしていきます。のが全然早いのでやっていきます。はい、次はモップで息をすりつけます。全体的にモップをかけます。はい、水洗いをします。水を入
最後にコップで水を入れします。はい、最後にモップで水洗いして終了です。はい、カビ取りした後のウッドデッキの様子です。こちらはまだカビ取りをしていません。これだけの差があります。部分的に見るとここが清掃した後、カビ取りした後の板です。こちらが清掃前、カビ取り前の様子です。はい、ウッドデッキカビ取り作業終了です。これから、塗料を塗ります。はい、塗料をこの入れ物に専用の容器に入れ、水と調和しました。使うのはハケとこのパテです。これから作業を始めます。まずはじめに、細かいところをハケで塗ります。はい、これから、作業を始めます。たっぷりパテに塗料を染み込んで、このように塗装してきます。木目に沿って引いていきましょう。木目に沿って引いていきます。コツは木目に沿って引いていくことです。はい、このようにいきましょう。はい、これから全体的にやっていきます。はい、作業様子を見てください。
はい、現在2回塗りをしてます。ここはホテルの中庭です、ウッドデッキのメンテナンス、青カビを取って塗装をしました。すべて作業完了です。こんなに綺麗になりました、はい、こちらから見ても、はい、綺麗です。ピカピカです、はい、反対側からも見ましょう。はい、どうですか。ピカピカですね。綺麗になりましたね。皆さんの参考になれば良いと思います。ご視聴ありがとうございました。以上で終了します。